湯田温泉湯田温泉の一温泉通り湯田温泉は山口県山口市にある温泉山口県を代表する温泉の一つである湯田温泉ミックス泉多くの入浴施設は複数の源泉を混合した湯田温泉ミックス泉を使用しているが山水園や梅の屋など自家源泉を使用する入浴施設もいくつか存在する温泉評論家の郡司勇は 山水園で入浴し、良い湯である。湯田の湯は名湯であると高く評価している。井上公園内の足湯山口市の南西部に、大型ホテルや旅館、ビジネスホテルなどが存在する。山陽路にはあまり温泉街は存在しないが、そんな中で、山陽路随一の温泉街である。また、山口市内の観光や萩、ツア野という有名観光の宿泊拠点であり、 バス路線網が発達している。道地は山口市の繁華街、歓楽街でもあり、飲食店なども数多い。甲府温泉、鳥取温泉、松江新宿温泉、道後温泉などと並び、県庁所在地の中心市街地に輸出する温泉である。ビルやホテルが林立しているので、温泉街特有の情緒とは一線を隠す形であるが、夜には、 宿泊客が散策できるスポットも点在する。温泉街にある松田屋ホテルは、幕末の志士たちが集った宿として知られる。また、同ホテルは、石井博子により、美食を堪能する宿10軒に選ばれており、松田忠則による、おすすめの宿共同湯200選にも、リストアップされている。近年、足湯に力を入れており、温泉街には、 井上公園など5つ存在する。2005年10月17日からは、湯田温泉配給共同組合と、山口県立大学が共同で、足湯の効能検証を行った。2015年3月には、山口市が、有料の足湯などを設けた、観光回遊拠点施設、キツネの足跡を開設した。共同浴場は、湯田温泉街の中には、亀の湯のみであった。 他に日帰り入浴施設や旅館に併設された立ち寄り温泉浴場が存在する。温泉街から北東に少し離れた中央四丁目にある天然温泉清水湯も湯田温泉系の自家源泉を利用した温泉銭湯として営業している。平家湯は約600年前と言われる。白古が舞を温泉に使っていたところを 権ン山の麓のお寺のお師匠さんが発見したと、される。田んぼの真ん中から、金色のお地蔵さんや、源泉が湧き出したことが、ユダの名前の由来である。江戸時代末期には、尊王攘上位派の藩士や公家がこの地に滞在していた。井上薫や中原中也の出身地で、温泉街に広い敷地を持つ井上公園と、中原病院が、それぞれの成果であったが、 中原病院は昭和47年5月6日の火事で玄関前の息吹の木、茶室、蔵を残して消失。平成6年2月18日、聖火の敷地の一部に中原中焼記念館が開設された。漂白の廃人として知られる、種田三島家も一時ここで暮らし、この温泉を愛したとされ、三島家の代表的苦衆、草木等に収載された。 ちんぽこもおそそも湧いてあふれる湯のくひが立てられている。近年は観光、入湯客の減少に苦しんでおり、2019年には、漢光の宿湯田が閉業し、2020年には、新型コロナウイルスの影響により、プラザホテルことぶきが閉業した。また、2021年2月には、水産層も閉業した。最寄り駅は、 JR 西日本の山口線湯田温泉駅温泉街を山口県道204号宮野大都市線が貫いており、傍聴交通中国 JR バスによる路線バスが多数運行されている。中心近くの湯田温泉バス停には各方面からの高速バスが発着している。湯田温泉バス停に停車するバスのうち高速バスは以下の通り、 中国自動車道合理インターチェンジから国道9号経由、または、山口インターチェンジから国道262号、国道9号経由名東湯田温泉の山水園に、ニューヨーク清水温泉も山口県の掛け流し名東6、石川正雄、温泉の日本史、181から182ページ、石井博子、感動の温泉宿100、松田忠則、松田教授の、 温泉道、湯田温泉観光回遊拠点施設、狐の足跡開館式典を開催しました。山口市公式サイト、2021年1月12日閲覧。湯田温泉、山口七夕町鎮祭り公式サイト、2021年1月12日閲覧。図書カード、 草木島青空文庫山口県山口市の温泉湯田温泉湯田温泉虎の巻湯田温泉旅館共同組合山口湯田温泉ホテル松政事業場と広島の湯愛ベルモニーに山口新聞2015年1月16日ありがとうございます